ソフトテニスの練習で次のような悩みをお持ちですか？頑張っているつもりなのにどうしても勝てない。強い選手と何が違うのか見当もつかない。コントロールが良くない。強いボールが打てない。サーブミスが多く、サービスエースにつながるようなサーブは到底打てない。試合の後半になると積極的に攻められず負けてしまう。打球が不安定でネットやサイドアウトばかりしてしまう。相手の打つコースが読めない。なかなかレギュラーになれない。どう指導したらいいかわからなくて困っている。今の練習メニューで大丈夫なのか確信が持てない。ソフトテニスの試合に勝とうと思ったら、1、得点をできるだけ増やす。2、失点をできるだけ減らす。この2つにつきます。当たり前の話ですが、問題はどうやってそれを実現するかです。その答えがソフトテニスの極意 DVD にあります。全国制覇を果たした清明学園監督が明かすソフトテニス上達方法です。全国大会優勝するにあたって他校とどこが違ったのかっていう形で分析をしました。この練習を、まあ年間通してやってるので、そこの差が、出たのかなと。ショートクロスっていうポイント技術を持っていれば確実に、1点が取れます。ショートボールは練習している子と練習していない子の差がすごく出る、スキルです。練習内容はネットの前からテイクバックをした位置を見てください。ショートボールの中で一番大事なポイントはできれば避けたいプレーを解説したいと思います。あそこでフォアで打って左に流れていきます。そうなると彼のカバーリングがほぼ 0.9 面カバーしなくてはいけません。それを避けるためには失点の時にはだいたい1ポイント前じゃなくてたくさんパワーを出したい場合はコース重視の場合は大会前にそれを紹介して場面場面使い分けをして日本一まで勝つことができました。はい、今のはああいうプレーをしっかりと叩いて、5球目攻撃、2人で1本を取っていくことができていくプレイヤーが、勝ち続けていきます。前衛は、サービスを打った後、ストロークが、どうしても狙われて、失点が多くなってしまいます。このように本当に、テイクバックを彼は、これに、取り組んだ後、レシーブミス、ストロークのミス、激変しました。ゲームの中で1本目に振られた時にどういうふうに返せるかっていうのは、とても重要視してよく見ます。ここがしっかりできないと上手い前衛には、どんどん狙われます。ご視聴ありがとうございます。詳しくはこのムービーの下の「もっと見る」の欄の中にある URL をクリックしてください。